はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第18弾をお送りします。で、今回ね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあいつも通りね、画面下げますのでお待ちください。行くよ。よいしょ。ほっ。この辺でいいかな。よし、じゃあ行きますか。で、今回はですね、3番はかなりというか結構難しいと思います。個人的には。はい。なので、数学が苦手な方なんかは、1番、2番は復習で、まず初見で解けなくても構わないので、復習して解けるようになってくれると嬉しいです。よし、じゃあ行きましょう。じゃあまず1番からですね。まあ図は書いておきました。で、書いてある長さもね、書き込みました。AD が2で、DB が8で、BE が6だと。で、その時に EC、ここですね、の長さを求めたいという問題です。で、まあ求めたいところなんでね、だいたいこの EC をこう X って置くんですが、今回はちょっとまあ違うところを X って置いた方が楽かもしれない。で、どうやっていくかっていうと、もう一個角度が等しいのが与えられてて、BDE と ACB ですね。つまり、ここと、ここの角度が同じとなってる。で、辺の長さもね、そこそこ与えてくれてるので、これは相似で解いていきます。相似ね。で、どこの相似、どこの三角形の相似を使うかっていうと、大きい ABC と、ここですね。まあちょっと合わせないけど、BDE ね。ここをやります。で、もちろんこの状態で、ここのこの辺が対応するからってやっても構わないんですが、自分はいつも間違うのがちょっと怖いので、書き出します。ABC の、まあ、ちっちゃいバージョンの三角形を横とかに、適当でいいからね、書いてもらう。で、今 B と D と E が対応するのがどこかなっていうのを気をつけるのね。で、まず D の部分と C の部分ね、ここ。が同じ角度って言ってるから、当然ここは D になります。こう同じ角度にしたいからね。で、もう一個は、この角 B、この部分は、ABC も、その BDE も同じ角度を使ってるから共通なんだよね。つまり、ここが B も変わらないはずだと。じゃあ、残った一つが E になればいいかなって。こうやって並べてあげます。そしたら、この右側の三角形の分かる辺の長さを書き込む。例えば、BE は6って書いてあるから、この BE も6だよね。で、BD は8って書いてあるから、ここも8だと。そうすれば、ここの斜めの辺と下の辺がそれぞれ対応することができるから、あ、これで辺の比でいけるじゃんっていう感じで解いていく。で、どうやるかっていうと、まあ、ここの長さ対ここの長さ対ここの長さ対ここの長さっていう感じでいくので、ここが今、2と8だから10なんだよね。つまり、10対ここなんですけど、で、これをね、まあ、X って置いて、6たす X ってやっても構わないですし、BC をまとめて X って置いちゃって、後で引き算してもいいのかなって思います。まあ、どっちでも構わないんですけど、まあ、今回このまま行きますか。まあ、大体ね、求めたい長さ X って置く方が自然かと思うので、なんでここ6たす X、イコール、今こっちの三角形で左上下ってきたから、こっちも左上下です。つまり6対8ですね。で、ちょっと余裕があって、工夫するんだったら6対8この部分だけで2で割って構わないから、3対4って書いてる方が後々使う数字が小さくなるんで計算はしやすくなります。まあ、そこまでやんなくてもいいけどね。まあ、今回あえてこのまま行きましょう。で、比は、中、中、外、外を掛け算するのがルール。中、中を掛け算すると、これカッコね、つくから6を配るので、36足す 6X になります。これ中、中ね。イコール、外、外だから80。で、これ36をこっち持ってくると、6X イコール、80-36 だから、50じゃない。44か。44。で、x イコール6で割る。で、これ割り切れないんで、6で割ると6分のになるから、6分の44。それを3、2で割ればいいから、3分の
22となって1番はこれで終了となります。まあ、さっきも言ったようにここをね全体 X って求めて出てきた辺を最後 BD を引けばね EC が残るんでそれでも構わないんですけど、まあ、相似を使うっていうところはこれはすごく大事な知識になるのでぜひねあのできなかった方も復習しておいてもらえればと思います。で、2番ですね。これはですね、知ってるとかなり楽ができる問題なんですが、ちょっと特殊な形で、正方形があるんですよ。で、そこに、扇形が入ってる。つまり、正方形なんて同じ長さでしょ。コンパス、同じ長さに固定して、こっから、ね、B に刺して、シュ。C に刺して、シュってやった形なんです、これ。で、今、一辺の長さが、12だったかな？どこだ？あった。12。つまり、ここ12ね。で、その時に、こ、be。つまり、ここですね。ここまでね。の長さを求めたいと。で、どうやるかっていうと、これ何気づくかっていうとね、ここに線引くんですよ。まあ、補助線っていうか線引くでしょ。その時に、この青の線の長さもまず12なんですよ。なぜかっていうと、さっきさ、コンパスをここに刺してシュッてやったじゃないですか。もともと、ここに針を刺して、シュって書いた追い方。もちろんもう、円の一部。だから、両方半径なんだよね。この CB も CE も。だから、両方12になると。で、もう一個大事なのが、ここが60度になる。ってことに気づくかどうか。まあ、こういう書き方をしたら、ここ60度なんだよっていうのを覚えちゃうといいんだよね、本当はね。で、もっと言うと、お前使わないんだけど、ちょっと点線で書いてくれない？ここにも線引くじゃん。これも12なんですよ。だから正三角形なんですよね、ここ。そう。で、なんで正三角形かっていうと、こっちも同じです。ここにコンパスの針刺した追い方を書いてるんで、半径と半径だから12センチなんですよ、こっちも。つまり12、12、12だから正三角形なの。正三角形だからここの角度60度っていう。そう。そこに気づければ、今 B の、ここの、この長さ出したいんだよね。つまり、扇形、半径12、中心角60度ってすぐわかるから、あともう公式で終わりです。いいね。で、この長さの公式は、直径、今半径12だから、直径24、かける、π、かける360分の中心角だから、60度って。いいね。直径書いた方がスペースあるからね。この長さは、直径×π×360分の、はい、ちょっとちっちゃかったけど、許してください。中心角と。はい、公式ね。で、これ解くと、ここ360分の60が、6分の1になって、6分の1と24、約分すれば、残るのが 4π と。これで終了となります。まあ、両方単位センチメートルですね、長さなんでね。はい、ということで3番やってきました。で、最初にも言ったんですが、3番は結構難しいと思います、個人的にも。はい、なので、数学でかなり得点源が欲しいとかっていう方じゃなければ、ここはもう切っちゃっていいです。動画止めちゃって構わないと思います。それでも一回聞いてみたいという方はもちろん聞いてもらって構わないんですけど、無理に絶対取らなきゃっていうところではないので、うん、そこはちょっとみんなで判断してください。それぞれね。で、行きましょう。ちょっとこう時間かけますね。まず ABCD、まあ、四角形があって、で、まあ、対角線引いたりしてると。まあ、引いてあるからね。で、大事なのが、四角形 ABCD。ちょっと省略しちゃうけど。ABCD の面積が、まず50平方センチなの。外ね。全部で50。で、もう一個、三角形 AGC。これが20だっけな ?30 か。ここね。AGC。ここの面積が30。もう言ってくれてる。で、あと、BF 対 AD が3対4。なんで、BF、ここね。対 FD なんて全部で4ね。じゃあ、あえてこう書いておきますわ。で、AF 対 AG が2対1。AF 対 FG。ここ2対1ですね。この時に、三角形 ACD なんで、一番右の細長いやつ。の三角形の面積求めなさいという問題。
で、自分はですね、これ最初、あるアプローチをしたんです。やり方ね。で、ちょっとその、ミスったアプローチの仕方、今回紹介させてください。よく使う手法なんで。で、どう考えたかっていうと、まあ、これ、紐出てるしさ、面積も与えられてるから、まあ、面積比とかを使ってやっていくのかなと。でね、今、この比率になってる時、一番小さい三角形を S とかって置いて解いていくと結構いい感じになることが多い。で、それちょっと右で説明します。で、今、ここに1って比を使ってるので、自分は最初この部分を、まあ、S、あ、文字は何でもいいんだけど、S って面積で固定したの。で、どんどん広げていこうと思ったの、そっから。で、例えば、今回は透析変形をめっちゃ使うんだけど、あ、だから、面、透析変形だっけ?使うんですけど、まず、そこが S だったら、この上の部分、ここ 2S になるんですよ、面積が。なぜなら、高さを固定ね。高さここ固定で、底辺1対2だから、底辺が2倍になれば、当然面積も2倍だから。だから 2S になるよねっていう。で、そのまんま右にこうやって広げていくの。こっちの面積も置けるから S で。広げてって、で、全部置けてしまえば、例えば全部を S で置いて、全部 S が、じゃあ例えば、じゃあ 10S になりましたと。全部でね。全部で 10S だったらさ、ABCD50 って言ってるから、50。そうすると S1 個分が5って出てくる。で、S1 個分が出てくれば、あと ACD のところの S に当てはめれば解けるじゃん、みたいな。ということは結構あるんで、それで攻めたんですけど、この先の右下が厳しい。切り崩せない、このまま行くと。じゃあ補助線引こうかなって言って、最初ここに補助線引いたんですよ、自分。そうするとここの部分も S 置けるんで。でも、右下が切り崩せない。じゃあ違うなと思ってやり方を変えたんですね。一回。で、変えて、じゃあその S が使えないから補助線どこに引くかなと。ちょ、消せますね、こっち。で、結局、まあ、自分が引いた補助線ね、は、ここに引きました、今度。なんでここに引いたかっていうと、まあ、この、考えた時に右下が崩せない。じゃあ、ここで切っちゃうと、結局右下がいけなくなるから、じゃあ今度こっちで切ってみよう。と思って切りました。で、この後やった方法ね。まぁ、ちょっとヒント見たんだけど。初見でね、最初パ、あ、一発で解けなくって、ちょっとヒント見ました。で、どうやったか。これね、実際の回答とちょっと違うので、自分のやり方紹介した形になるんですけど、ここね、結局 BF と FE と ED、この部分がミソになってる。で、自分は、待ってね。BF 対、BF 対 FD は3対4で出てるんですけど、BF 対 FE 対 ED に分けたんです。そこを比で置きたかったの。で、BF は3で出てるから3でいいんだけど、ここが全部4になっちゃってる。だから分けたかったんで、ちょっと文字を使います。いい。で、まあ自分 T 使うのが好きだからよく T 使いますけど、まあ、どっちが T でも構わないんですが、まあ、AB、ごめん、ACD。ここが最後求めたい面積の方になるので、そこに関わってる D の方を T にしようかなと思って、最後の ED を T にしました。これこっちが T でも構わないです。で、もう一個、この部分いくつになるかっていうと、ここは 4-T になります。なぜかっていうと、ここ合わせて4だから今。比がね。で、片方 T で切ったから、じゃあもう一個は4から T 引けばいいじゃんっていう。これで、この3箇所の比を分けたと。繋がってたからね。こうして、ここを 4-T で、ここを T にする。ごめん、四角で書いちゃった。丸だね。で、分けました。で、あと下準備、他にも行きます。今、三角形 AGC、ここね、が30なんですよ、面積が。ってなると、これ、こっからですね、二つ面積が出せます。三角形 ACF と三角形、CFG がわかります。どこかっていうと、上、今 ACG ね、ここが30なんだけど、上の部分と下の部分に分けることができる。どう分けるかっていうと、これも高さが共通なんで、底辺が1対2になってるんですよ。1対2ね。合わせて3だよね。面積全部で30です。3で分けると1個10になる。
いい。だから、下の部分が10、上が20になります、面積。だから、ACF は20、下の CFG が10、面積ね。っていうことがわかる。ちょっと狭くなっちゃった、ごめん。ってやりました。で、こっからが難しい、ちょっと。こっからが大事なんですけど、今ですね、まず、どっから攻めようかな。ここ行こう。ACF、今出したやつね。三角形 ACF。この上、ここね。ちょ、書こうか。ここです。ここの面積と、四角形。ちょ、書くか。四角形 ABCD 全体ね。の面積比が4-T 対7になるっていう。これがね、持っていけるかどうかだと思います。ここに関しては。もちろん違うアプローチあるかもしれないけどね。自分がやった方がこうやりました。で、どういうことかっていうと、今ですね、例えばこれ全体で言っちゃうとちょっと分かりにくくなってしまうんですが、ここで切っていい ?BD。で切って、上の ABD だけちょっと見てください。これ消しちゃいますけど、ちょっと見てて。細長くなっちゃったね。ABD があります。で、今、F と E で切ってますよね。まあ、こんな感じになってる。いい?で、この時に、この三角形の面積の比と全体の比っていうのは、ここの比、底辺ね。結局高さ共通だから。ここの比対全体の比に一致します。上だけ考えれば。だから今だったら、ここ 4-7 なんですよ。ここ4-T。4-T 対全体は3対4がもともと全体だから足せば7だよね。比は。だから 4-T 対7になってこれになる。上だけ考えた時に。で、これは下で考えても同じなの。いい?この下の部分ね。下の部分も 4-T 対全部になるから、だから結局四角形はこれ、ここで切って左上と右下の三角形を組み合わせたものなんで、四角形と ACF、まあ上の部分と下の部分くっつけた形になりますけど、の面積比もここの底辺の比と一致するっていうね、4-T 対7になりますよって。で、これに気づければ、ACF、今20って分かってる。でしょ?三角形、四角形全体50って分かってる。だから当てはめちゃっていい、ここ。あえて青塗っちゃうか。ここが20なんです。これ50なんです。で、比だからさ、中、外、これ、外で計算する。中かけると、まあ、カッコ使ってね。200-50t になる。で、外かければ、140になります。で、これ計算すると、まあ、あっちマイナス60になるから、t イコール5分の6。になります。t イコール5分の6。ってことは、ここの比が、まあ、5分の6が入る、t にね。で、そうすると、これちょっと狭かったかな。ここだ。FE 対 ED。入っていくかな、ギリだね。ここの部分ね。ここが5分の6入れるから、右が5分の6。左は4-5分の6だから、5分の20-5分の6なんで、5分の14になる。で、比っていうのは、こういう、両方5をかけるみたいな、したこと大丈夫なんで、14対6。2で割れば7対3になります。こうやって。はい、FE 対 ED が7対3になりましたと。で、結局求めたいのは三角形 ACD ね。右が求めたいからさ。じゃあ最後どう出すかっていうと、ACD、この三角形と、ACF。今赤の三角形ね。赤の三角形と求めたかったこの青の三角形。ここの比で求めていこうと。ここも、この底辺の、この比が面積比にそのままなってるんで。だから、ごめんね、本当に狭くなっちゃった。7対3。イコール、これ底辺だからね。FE 対7対3イコール、左の三角形は、ACF20 って分かってるから、20対、求めたい。ACD の三角形、じゃ S とかって置こうか。S ってすると、中、外すると、7S イコール60になるんで、求めたかった面積は、7分の60平方センチメートルと、
入ったかな。あ、ちょっと切れたか。下げていい？ごめんね。ちょっと下げよう。下げすぎた。これで見えるかな？となって終了となります。まあ、3番に関してはね、もっとあるかもしれない。ほんと申し訳ない。ちょっと回りくるという言い方をしてるかもしれないんですが、まあ、今回自分が解いたのはこのやり方でやらせてもらいました。まあ、俺が失敗した方になりますけど、右のね、こう面積 S 使ってこう切り崩していくパターンも結構出てくるので、あ、まあ、そんなもんあんだなとか、あったあったっていうのをね、思ってもらえると嬉しいです。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。